ルヴァンカップはね、まあ、勝ってますからね、はい、ね、まあ、F マリノスの方は、リーグ戦ではアンデルソン・ロペスが今好調で、今シーズン早くもなかなかコンディションを整えるのも福田さん難しい状況だったとは思いますけどね。おっしゃる通りで、ただやっぱりどれだけ両監督が意識しているか分かりませんけどね、はい、我々からするとそういう見方ができますよね、監督に選手キャリアは関係ないですからね。あ、まあ、そうですね、はい、さてゲームがスタートしました。左エンド、リーグ戦は5試合ぶりの出場です。平川かわして上島に挑んでいきます。平川縦行った、平川、いや見事ですね。一人でボール持ち運んで最後ペナルティーの中でも谷は一気に背後、藤尾を狙います。前向きを作った、藤尾シュート、正面でした。ポープウィリアム、今日はなかなかあのロングボールはいい形にはならないですね。はい、そうね、これが天野が行く、これはノーファール、宮市シュートだ。これはこぼれ球を拾った平川、マイナス、エリキだ、かわした、エリキ左足振りましたけれども枠の上でした。ですね、ボール受けてインスイングになりそうです。下田、低いボール、フリックして庄司、43分1対1タイスコア、町田ゼルビア、やっぱりセットプレーで取りました。ニアでパスの出どころにもう少しプレッシャーをかけるのか、それとも望月をしっかり見るのかでしょうね。ヤンマテウス、ヤンマテウス、おそらく谷はキャッチに行ったんでしょうけど、ファンブルしました。長戸、ここで前半最後の笛が鳴りました。1対1タイスコアで折り返すことになりました。そしてゼルビアの方は逆に今シーズンまだ一度も連敗がありません。ですから、まあ、今日もそれは避けたいという状況です。バスケスバイロン残します。エリキー、上島に当ててしまいましたが、またエリキ、バスケスバイロン入れてきた、藤尾の奥、平川シュート、おポスト、ポストですね。今ね、ハンドもあったかもしれませんが、これは続いてます。かなり疲れっていうのは出てくるかもしれませんね。平川スルーパス、バスケスバイロン、バスケスバイロン、藤尾だ、逆転ゼルビア1対2。下田北斗狙ってきた、同サイドに抜きました。1対3、その差を広げます町田ゼルビア。鮮やか、コントロールしてすぐヤンマテウスからアンデルソン・ロペス、スペースに落としてヤンマテウス、引きつけて左、井上、井上、井上打った、こぼれ球、これは最後ファウルになりました。ほとんどがやっぱり最終ラインで負けている数字です。特に後半はそうでしょうね、はい、上中、ヤンマテウス、後ろからシュート、松原です、こぼれ球、諦めないトリコロール、これで2対3、ね、ヤンマテウスがうまく時間作ってこのシュートに対してうまく反応しましたね、はい、天野がね、利き足じゃない右でしたけど、まあ、コースを狙ったわけじゃないと思いますが、うまくゴールにね流し込んだと思いますね。ちょっとなかなかこうボールが前に運べない中で少し変化が生まれて、本来持ってるねサイドバックの参加っていうのが生まれましたよね、今ね、はい、松原が上がってそこからシュート打ったことによってゴール生まれましたね。ね、引っ張られたのは、はい、あ、これはもう一瞬でチェックが終わりました、ね、ファウルです。クラブチームでやってるっていうことがそういうプレーを身につけたのかもしれませんね、はい、試合が終わりました。先手を取ったのは F マリノス。
上げてください。待っています。さあサンフレッチェ広島対東京ヴェルディの一戦です。今日も立ち上がりから鋭いプレッシングをかけていくでしょうサンフレッチェ広島の、まあ、どういう立ち位置を取ってボールを動かしていくか、まあ、そこは注目したいなと思います。そうですね、はい、前半の45分のスタートセンターバックの中野です。中野は長いボール右に振ります。さあセカンドボールの争い。大福監督の下でプロデビューをしました東の左足柔らかいボールこぼれて加藤睦月のボレーシュート。まさにケチャドバです。広島の若大将覚醒加藤睦月のゴラッソ。木村のポストボランチ三木相方斉藤ダイレクトでクロス面白いヘディング染野が飛び込んでいきました。右足アウトスイングピエロセリングナイスキーパー川村の左足大橋、うん、倒れる PK なし。広島の面々は今のはファールじゃないですかと。どうかな、まあ、ここのまず1本目のねピエロ選手のヘディングシュート、それから川村選手のねシュートしっかりとマテウス選手ねスーパーセーブでしたね、まあ、どちらかが前に行けばどちらかがバランス取るみたいな形を作ってますね。前半終了の末です。1対0です。広島リードで折り返します。の45分のスタートセンターバックの千田東俊樹ピエロスヘディングまたしてもセットプレーから広島の王様ピエロスソティリュ2戦連発2対0サンフレッチェ広島です。また後半の立ち上がりでしたね、まあ、1本目のセットプレーでしたけど、まあ、ボールの質といい、まあ、このピエロス選手のねっていう大橋勇気の魅力ですよね本当にね、まあ、タフですね、あ、まあ、タフですし、まあ、ああいうプレーされるとね相手からするとすごく怖さを感じますからね。はい、新井が倒れました。スタジアムは大きなブーイングが鳴り響く。差し込むボール、うん、谷口から斜めに木村でした。大迫の処理、おー大迫の一本加藤反応ピエロスだ。縦に人差し日本代表守護神大迫から始まりました。見事なコントロール加藤仕上げたのはエースストライカーピエロスソティリュ3点目です。いや質高かったですね。相手の最終ラインからね縦パス入った瞬間にドーグラス・ビエイラはフルス対戦です。2016から2018ヴェルディでプレーをしています。満田からエゼキエウ千田のカバー取ったエゼキエウ首振ったドーグラス・ビエイラ外に持っていったちょっと流れたが東俊樹東のクロスドーグラス・ビエイラ古巣相手に恩返しだ。途中出場必殺仕事にドーグラス・ビエイラ広島4点目です。ここもねこうライン際でエゼキウ選手が、ね、しっかり粘って、まあ、ドグラス・ビエラ選手ミキ打てるかベルディオナガのクロスボール折り返しヘディング木村だ1点返したベルディ意地の一発です。木村雄大公式戦3戦連発1点取った。この小川選手のボールがねファーサイド行きましたけどここで試合終了の笛です。4対1、紫の勢いが止まりません。リーグ戦2連勝公式戦5連勝達成です。
サード、ミドルサードでのボールを取るランキングなんですが J1 リーグ3位ということで、この札幌のボールゲイン数、アタッキングサード、ミドルサードのボール出しの数なんですが、京都について4位と。京都アカデミー出身、狛江のキックオフで始まっています。センターバックの真ん中に位置している岡村、もう一度ロングボール、近藤が走り込んでいく、入れ替わればチャンスになる、シュートだ、ここで小林幸、いや近藤から小林幸でしたね。いや近藤選手素晴らしい飛び出しでしたね、はい、低いボールニアでフリックしてこぼれたところ、シュート、菅野キャッチです。いや菅野もよく反応しましたね。さらに川崎颯太、ワンタッチ平戸前に出して福田慎之介、クロスを上げてくる、セカンドボール、シュート、岡村は菅野に戻して、ここはプレッシャーを強めて、豊川のシュートだ、なんとなんと2点目、京都サンガ FC、 前からプレッシャー、さあ岡村が呼んでいましたが、その岡村クリックして原野のところ、ホイッスルはありませんでした。原野大丈夫でしょうか。岡村選手優しいタッチだったんですけどね、はい、少し平戸選手の後ろから来るスライディングが後ろから、ね、荒木主審が自らオンフィールドデビューに行くという、そういう説明だったようです。荒野主審の判断は、PK なし、ペナルティーエリアの、そしてここでホイッスルです。前半終わって2対0、京都2点リードです。前半終わりまして、解説の原和樹さん、後半は京都のキックオフで始まります。キャプテンマークを巻く川崎颯太、スルーしてキソンユンまで戻しました。5枚カット、川崎颯太も言っていた、豊川の足元、豊川シュート、菅野、原太一がいる、あ残しきれませんでした。ワンマークです、札幌、ヘッド、鈴木義則、 J1 2年ぶりのゴールは3点目。この平戸選手のボールもすごいですけど、はい、鈴木義則高かったですね。そうですね、しっかりと岡村選手を外した後、高さありましたね。いやこの高さですね、もうしっかりとボールを見て当てることを集中してましたよね。そうですね、水曜日の天皇杯90分プレーして中2日、ファールになりましたね。得点ありません、攻撃側によるファール、2対0は変わりません。ほぼスペースを与えません。小前はどうするか、あーっとここで宮本と競り合った中で宮本倒れています。鈴木と一、このシーンですね。そうですね、長谷川ですかね、まあ、ちょっと手を顔に向けているようには映ってしまっているので、これをドラキ主審の方が捉えるかというところですね、はい。あります。さあ荒木主審、あイエローカードが示されています。そして宮本にもイエロー、お互い手のひらが相手のまだあります。あとここで長いホイッスル、
もちろん今日は、まあ、ブラジルデーというところもあってレオセアラ、カピシャーバー、リトールグエノ、さらに今ルータス・フェルナンデスというセレッソ大阪には4人の、あとは控えメンバーではカップ戦や天皇杯で活躍をした面々が名を連ねています。前線の3人が全員レフティーですよね。そうですね。なのでこうポジションチェンジはないと思うんですけど、はい、どうポジションを取るか。前半は浦和のキックオフでスタートしそうです。画面左から右に攻めるのがホームのセレッソ大阪、そして右から左に攻めるのがアベーの浦和レッズ。今前半がスタートしました。近くに伊藤敦樹がいる。前田踏み込んできて、パス、大久保がいる。大久保、伊藤敦樹、安井海斗、前田のシュートはちょっとこれはコントロールでパスかシュートか。シュートですね。フェルナンデス選手は本当に精度の高いキックが蹴れます。広島戦では西尾がこのルーカス・フェルナンデスから得点も取りました。入ってきてファーサイ飛び込んできた、ヘッド、レオセアラ、名手ルーカス・フェルナンデス、今シーズンここまで6アシスト。ルーカス・フェルナンデスゴールに向かってきた、なんと直接だ、先制セレッソ大阪、坂手にとってセットプレーで先制、ルーカス・フェルナンデス今シーズン初ゴール。まさにブラジルデーでルーカス・フェルナンデスが結果を出しました。すごいですね、しっかり逆をつきましたね。ボールスピードもありましたからね。はい、劣勢だったセレッソ先制ゴールで1対0です。この距離だから来ないっていうところをね、本当に逆手取りましたよね、はい、今もちろんかなりファンに、ね、意識を引っ張られてたんでしょうからね、はい、ルーカス・フェルナンデスはボールキープしながらサイドを変えます。ここは無理はしません。ここで前半終了のプレーです。ルドコー桜スタジアムからお届けしているセレッソ大阪対浦和レッズの一戦、このルーカス・フェルナンデスの移籍後初ゴール、まもなくしていきます。後半のキックオフはセレッソから、画面右から左に攻めるのがホームのセレッソ大阪、いきなりプレッシャーかけていきました、チアゴ・サンタナ。ここはちょっと流れてレオセアラだ。ボールは出ません。レオセアラ行く、中に入ってきた、レオセアラ、レオセアラ狙った、ナイスキーパー、ここは横っ飛び西川。後半の3分、田中俊太は奥、動き出して西尾がニア、跳ね返したセカンドボールを狙ってきた、決めました、奥田、 J 初ゴールはなんと目の覚めるスーパーシュート。多分打った本人もびっくりしましたね。すごいシュートでしたね。シンプルにクリアされたんですけど、ちょっと曲がっていってるようにも見えましたからね。そうですね、そうですよね。奥田隼人のプロ初ゴール、失礼、セレッソ加入後初ゴールです。リズム変えていきたいですね、はい、仕掛けていって中田、中に入れてきた、ここはキム・ジンヒョン、まだだ、石原が入れる、ここはナイス、ファンサポーターの皆さんが駆けつけてくれてます。手を挙げるルーカス・フェルナンデス、低い弾道のところ入ってきた、ここもいい形で西尾が来ました。大畑が左のサイドバックに入ります。で林生選手はおそらく、はい、まあ、前の位置で、はい、プレーをします。で奥野選手も、ね、右サイドに移動しました、ね、そうですね、横につないで伊藤敦樹、伊藤からパス、大久保のシュート、また伊藤だ、伊藤の左足、ちょっと力はありませんでした。低走レオセアラ、追い越す動きはあくなきかける、カピシャーバー中、レオセアラ、レオセアラ、レオセアラ、強烈なシュート打ってきました、レオセアラ、中使う、お前向かせませんね、はい、武田だ、左足柔らかい、ブライアン・リンセー、途中から入ったくたびで仕上げました、武田からブライアン・リンセー、リンセー今シーズン初ゴールです。あ、いいゴールでしたね、はい、ですしリズムを一気に変えましたよね。ここでゆっくりキム・ジンヒョンは高く蹴って、ここで試合終了の笛です。セレッソ大阪3試合ぶりの勝ち点3をホームで獲得
まあ、セルティックに渡って古橋さんは3シーズンになりますけれども、はい、まだメンバー神戸は半分ぐらいはちょっと心配されましたが先発出場を続けます。左神戸、右フロンターレ、川崎ボールでゲームがスタートしました。まず最終ラインの高井から右ワイド長いボールを使っていきます。佐々木大樹、中で武藤と大迫、ジェジェウが跳ね返します。山内捕まえてすぐに神戸ボール、佐々木、酒井、佐々木大樹から大迫、それからレッズ戦は先行しながら後半は少し押し込まれる展開が続きました。うん、武藤の落とし、後ろから山口、コースを狙った山口ホタル持ってるので、うん、それをしながら相手がどう来た時にこうっていうのはみんな話し合ってますね。そうなんですね、はい。マイナスで折り返し抜けた、ついていこうか、はい、あるいはやっぱりスペースに残っていた方がいいのか。 うまく大迫から武藤、山口狙う、奪ってサイドにスペースができます。山内ゴミスが呼んでいる、遠野もいる、ちょっと時間がかかって山内打つ、こぼれ球も結構来ますからね。はい、大迫、武藤、うん、つなぐ、酒井、打ち上げた、先制ゴール、副審も気にしながら背後に武藤、ちょうどディフェンスラインからしたとブラインドサイド、うまく顔を出しました武藤。酒井豪徳はどっちでしたかね、シュートとクロス。シュートじゃないのかなって思うんですけど、でも本当にいいボールでしたね。でしたね、まあ、どっちでもいいような蹴り方だと思うんですよね、はい、うん、少し武藤も見えたと思いますし、うん、シュート性の速いクロスですよね。スーパーなボールでしたね。武藤選手いいポジション取ってました、ね、うん、から酒井、前半終了のホイッスルです。あ、ワイドに左遠野、右家永、立花だと是光るのが横並びの中盤センターになります。やっぱりディフェンスラインの背後って一番怖いわけですよね、はい、守る側からしますと。意外にモテちゃうと発生、酒井、アンテンターから打ちに行きました大迫、それからゼーヒカルド、イエナガ、高いゴミス、その後ろにジェジエウ、イエナガ、完全にフリーでした、イエナガ、まあ、気温もこんなに上がることもないですし、はい、やりやすいと。やりやすいですね、あまり半袖僕着ないのであっち行って、はい、本当にいい気候です。カットインから佐々木朝日、古橋選手は半袖より長袖派なんです。広瀬が競る、これを拾って宮代、中で入口抜ける、食べる、ラストバッター大迫、ジャンパトリキブロック、入口、試合終了、1対0神戸が川崎を下しました。もう本当に勝っ
ったチームが強いという、うん、はい、ところをどれだけチーム選手がこうプライドを持ってこのピッチで戦えるかどうか、はい、結果出せるかどうか非常に楽しみですね。こうウィングバックがどれだけクロス上げれるか、攻撃に行けるか、守備のところの硬さをうまく出せていると思いますから、はい、点をどうやって取るのかというところをやっていってほしいですね。感じるメンバー選考ですね。そして、まあ、木村あたりは、ね、前節 FC 東京がちょっと契約上出場が、ね、はい、できませんでしたので、まあ、戻ってきたということにもなります。2024明治安田 J1 リーグ第18節アビスパ福岡対サガン鳥栖前半のキックオフです。エリアの中には6人ほど鳥栖の選手がいます。7人目も入ってきたか。さあ流れて原田がそらすヘディング、木村がヘディングでした。最後エリアの中には3人4人入っている福岡、今野からのボール、木村、松岡、フルス相手に渾身の一撃、松岡はクロスバー、ただ小田がかわす、小田からのボールは流れた、松岡点を仰ぎます。クロスバー、このシーンハードボールでこう浮き上げりながらのボールなんで非常に難しいと思うんですけど、もうわずかでしたよね。非常にやっぱこういうところはシュートの意識、チャレンジ性というところがやっぱ松岡は今シーズン非常に高いところですよね。宮から岩崎、さあ岩崎だ、トスサポーターのブーイング、岩崎カットインからのシュート、岩崎が右足狙っていきました。さあ岩崎、宮からのボール、ウェリントン、最後はウェリントンのヘッドは前、いや、いいボールですね。もうこの前岩崎に託すようなボール、ただ富樫もディフェンスに戻るが岩崎、さあ岩崎中に入って岩崎のクロス流れて佐藤、九州ダービー先制ゴールは佐藤です。1対0ホームの福岡先制、佐藤が流し込みました。去年初めてダービーを経験、今シーズンもダービーを楽しみにしていた男がゴールという結果を出しました。佐藤です。で今前半終了の笛です。九州ダービー、この佐藤のゴールで先制アビスパ福岡です。そして福岡はこのリードを保ちながらもちろん追加点も狙っていきたいという思惑になります。継続させたいというところにもなりますが、さあ佐藤から岩崎、原田を振り切るか、岩崎、岩崎、あー、ここまで持ち込んだ岩崎だ、今野、さあ松岡だ、今野、横山行く、ただこれがつながって、今度は福岡のサポーター拍手がまた出ています。小田左足で入れてくる、ベリントン、九州ダービーベリントンのヘディングシュートが炸裂、追加点はアビスパ福岡です。やはりウェリントンの一番の武器は頭、今日何度か外していましたがここで仕留めました。2対0、鳥栖としては厳しい追加点、上がってはいきそうですが2点を落とす、このままでは終わりたくない。ヒアンから富樫に入ったぞ、富樫、ヒアン、ブロック、そして原田、いやですよね、そうですね、よく戻りましたね。今シーズン12月31日までの契約延長発表されました、はい、そのザヒリもこの後投入ありそう、あーっとこれはプレスから、さあ金森だ、金森、金森、パクイルギュ3点目は許すまいと、小田ちょっと1点でも返して何か起こせそうな空気を作りたいのは鳥栖ですが、はい、これはそのまま北島だ、さあ北島中に入った、北島どうするか、北島ちょっと迷ったか、北島です。まあ、日野は止めに行きましたけど ね明らかに手をちょっと出してしまったんですが、はい、ただそれをお構いなくザヘリ、はい、で
麻酔工事もそうですけど、その辺に期待したいですし、今日トップ下の奥村は楽しみですよね。そうですね。さあ両チームの選手たちがピッチへと登場してきました。前線右には諸岡が入っているという形になります。奥村、そしてダブルブランチと秋山と島田、島田は鹿島ジュニアユースユース出身ですからね。さあゲームがスタートをしました。右にエンド、エンジのシャツがフォームの鹿島アントラーズ。そして佐野回収、佐野からもう一度鈴木優馬からのクロスボール、ニア関川、そして仲間ボレー、胸トラップからもう一度。さあここは仲間から左サイドというボールになりますが、ここは名護、よーく来た、斜めに入ってきた諸岡です。しかしビッグセーブ、小島のビッグセーブ、そしてさらには早川のブロックでした。対鈴木優馬、もうそしてノードが入っていた、ノードからマイナス、ゴリナゴ、これも今度は東亜線のブロック、そして佐野回収のシュートですが、これもまたブロックをしていきます。秋山からのボール、奥村が入っていく、縦にまだ行く、そしてシュートだー、惜しくも枠を取れられず、頭を抱えました奥村です。さあ水工事から受けた小見運ぶ、左早川が高い位置を取っている。さあ奥村から縦を選択、谷口トラップから流れてシュートだー、小見が詰めた、小見が詰めました。先制アルビレックス新潟、先手を取ったのは新潟です。まあ、言ったそばからで、そしてここで前半終了の笛ということになります。この小見のゴールが前半生まれました。新潟リードという形でハーフタイムに入りましたが、水沼さん、改めて前半の印象を聞かせてください。ワールドカップ出場をかけた熱い戦い、どうぞお楽しみに。さあ2枚ハーフタイム明けメンバーを変えてきたという形になります。サブリンちゃん、右も左も出ますもんね。さあ後半がスタートをしました。新潟のボールで後半始まっています。左にエンド、エンジのシャツがホームの鹿島アントラーズ、秋山と小見のパス交換、奥村縦に運ぶ、中にカットイン、シュートだ、しっかりとキャッチをしました早川です。いや、カットインからシュートでしたね。ただまだマイボール、そしてノーノにつなぐ、名護、知念が斜めのゴム見せたが、そちらは使わずに逆サイドへ藤井、これは突破できましたね。藤井カットイン、ここから狙っていった、距離からしっかりと決めていきました。後半投入された藤井、しっかりと結果を出しました。後半開始5分、同点に追いついた鹿島アントラーズです。いや、すごいシュートでしたね。さあ秋山からアリノゴメス、さあ奥村が左走っている、シュートを選択、水工事も有野ゴメスから秋山、水工事また秋山、シュートが巻いていく、ナイスキーパー、早川のセーブです。ナイスキーパーですね。秋山、前田を通して奥村、縦に運んでいく、仕掛けていきます、まだある、藤原から中、ゴールドボール、さあ秋山にシュート、枠を捉えることはできませんでした。細かいだっていうので、さあ島田から縦へのボール、長谷川、おそしてこのポケットのところ、ダニオゴメス、マイナス、入ってきた、松田コージ、左にはダニオゴメス、さあ中に長谷川も行っている、ダニオゴメス、さあ縦に行った、縦に行ってシュート、ここは早川の対応です。さあ松田シュートだ、浮かしていく、胸トラップか、鈴木浩二ブロック、上田、まだスタッツが落ちてますんで、はい、今日は、まあ、重要な選手が帰ってきたっていうことですね。そうなんですね、はい、まあ、攻撃の仕方なんかもちょっと変わって、はい、アタッキングフットボールを中心に展開してくれると思いますね、はい。まあ、プラスこの山田裕樹中心にセカンドラインがこうアクセントを加えて、でサイド攻撃どんどんクロスで出てくると、山田が下げてリカルド・グラッサがもらって右
に開いたマテウス・ペイショットに当てます。ショート川夏美だ、ワンタッチ、これで手前を狙った中村穂高が飛びます。コーの右足、これは当たってコーナーキックです。ちょっと肩で息を一つした上で蹴ります。どうだ、低い球合わせた、ディエゴ・オリベ後ろ、中川打った。今度はこちら側は平川が蹴ります。あとはマテウス・ペイショット、平川がぴったりとエースの頭に合わせました。おっとリカルド・グラッサ、ごめんなさい、リカルド・グラッサの頭です。いやこれドンピシャで来ましたね、後ろから入ってきましたリカルド・グラッサ。セカンドボールも拾えている FC 東京は継続的に攻めます。タワナスミダカットインから打つ、そこに逆サイドから安西が飛び込んできました。2試合ぶり先発の上村、ワンタッチで入れます。山田裕樹、こぼれた、松原が来た、しかし中村穂高が最後カバーに入りました。プラス2軍ですからもうちょっとでそのプラス2軍になります。今山本主審が時計を見て前半終了の笛が鳴りました。この辺もこう開けないですよね、はい、非常にこうシンプルに選手が整理されてますね。さあ後半です。 FC 東京ボールで長い球をエンリケ・トレビザンが縦につけます。さあ行った、タワナツミだ、中入った、タワナツミだ、もう一つ中、右足振った、自分の持ち味を発揮しました田原積田。平川のパスです。機動力を見せます山田、山田が逆サイドを見た、上村が上がって止めて右足、これはしっかりと処理しました野澤。まあ、今のシーンでいけばやはりあの1対0っていうところと、はい、ゲームの流れ読んであの上村、ディエゴ・オリベイラ、ディエゴ右ポスト、あこれはでもオフサイドの旗が上がっていたようです。いやオフサイドだったんですけどプロアウェーして食いつかせて、オフサイドじゃないですよね、はい、体預けてここ軸ぶれませんから、あ旗が上がってませんね、ごめんなさい、これはでも完全な決定機でした。そうですね、巻いてこうね逆サイドセカンドポスト狙いましたけどね。外側中村の頭、左足、しかしこのシュートは枠にはいきませんでした。最後は松木の左足です。エンリケ・トレビザン、外側に徳本、ずらす徳本、縦に行きます、徳本上げた、あチャンス、ジャジャシルバ飛び込んで左足、コーのいいシュートです。際どいシュートでした。速い球が来た、同点、飛び込んだのは安西、途中出場徳本左足フリーキック、飛び込んだのは若い安西、同点です。 FC 東京1対1。2年連続この対鹿島戦では得点も取ってます。さてガンバは上位争いにしっかりと残るためにもここホームで勝利を、一方のレイソルも連敗を止めて上昇のきっかけをつかんでいきたい大事な一戦、しかしスライドであったりプレスバックだったり、まあ、そういうところも期待されての起用かなと思いますね。まあ、サビオと小山津が2トップ組むところもありましたけれども、まあ、今日はこの2人を予想します。並びを見てますと左に山田優と右に小山津という形になりそうです、はい、今前半のキックオフです。ないという状況、2試合無失点が続いています。ダワン近い距離、
山下を走らせる、中に入ってきた山下、山下、山下が行った、ここはしっかりと佐々木のセーブ。行かせない白井の守備、この白井も非常に運動量豊富なプレイヤーです。スイッチを入れる気持ちた、縦の反応はワタッチで落として、鈴木徳馬から左サイドもウェルトンへ、ウェルトンスピードもパワーもあります。そのウェルトンから宇佐美だ、宇佐美、宇佐美中入ってきて宇佐美のシュート、エースの宇佐美、今シーズン背番号5足7点目、先制ガンバ大阪1対0です。ボックス内でクオリティを見せました。いや、木場さん、さすがのプレーでした。いや、この辺の質の高さは本当すごいですね、はい、今シーズンも3ゴール4アシストのマテウス・サビオ、マテウス・サビオは直接狙う、これはただ一森です。さて、セットプレーのチャンスです。ちょっと距離はありますけれども、宇佐美が狙ってくる、ここはしっかりとセーブをしました佐々木雅人。セカンドボール高峰だ、ミドルもありますが、ここは広げてジエゴへ、ジエゴから木下、ワントラップ木下、おっとポスト、ちょっとこれは一森もなかなか反応が難しかった場面かもしれません、まあ、今シーズンはこの宇佐美から多くの得点がこのセットプレー生まれてます。その宇佐美中に入ってくる、跳ね返したボールを直接狙っていった、リフレクションがあってボールだ、山田浩太クルス相手の恩返しだ、今シーズン2ゴール目、ここホームでは初ゴール、抜け目なく狙っていました。ガンバ追加点2対0です。拾って小山津、関根、関根が上げる、ここでダワンです。ジエゴが来る、マテウス・サビオだ、ナイスキーパー、好セーブ一森潤、しかもボールも速かったですし、まあ、浮いてましたから、そこを意図を簡単にプレーできるサビオは本当に質は高いですよね。ここで前半終了の笛です。広島戦のみ追いつかれましたけれども、やはり守備の硬さは目立ってます。そこをこじ開けるためにはやはりエースの活躍が必要にはなってきます。今シーズンはまたリーグ戦は1ゴールという状況です。セットプレーです。マテウス・サビオ、おっと、うん、直接狙ってくるような弾道になりましたが、よく触りました。あ、そうですね、はい、さて今度は逆サイドからまたマテウス・サビオが蹴ります。中身でもいますが、ここはシンプルに蹴ってきました。タツタのヘディングから細谷だ、うん、ナイスキャッチ、ここも冷静に取りました一森。さてキッカー戸島です。戸島からヘディング流れてきた、ここも一森、細谷がいい位置で行ってましたけれども、ちょっとマテウス・サビオです。この位置フォローには木下がいますが、関根から中の戸島へ、縦フリック、ジエゴだ、左足、1点返しました柏レイソル、強烈な左足ジエゴ、今シーズン2ゴール目、これで2対1です。オーバーラップが功を奏しました。そうですね、高い位置差しか取ってましたからね、はい、中を見た倉田が詰める、だからこそ目の前の1試合は本当に大事で、うん、両チームにとってね、ですね、はい、今日ワントップには山岸、そして注目右のワイドに中山、そして3作っていく、はい、足を触れる場所まで持っていくっていうことが必要になってくるかなと思いますね、まあ、前線の2枚これ強力ですからね、はい、そうだと思います。湘南ボールで始まりました。これが左のセンターバックの大野です。よく戻った名古屋。ただこれは大野瀬が回収、少し前にスペースがある、大野瀬のレンジ打ってきた、いいシュートでしたね。
セットプレーからは今シーズン8点取れてる山がいいボールだ。ニアラ吉田だったか。よく当てました。早いリスタート。シハシ長い山岸オフサイド。旗が上がりました。まあオフサイドにはなりましたけどね。早いリスタートから。ああそうですね。一瞬で作りました名古屋。まあ、この時間対抗ボックスの中山岸吉田が侵入しようというところ浮かせて逆サイドから長井が来る。吉田から長井見事なダイレクトボレー。接戦は名古屋。アシスト長井のフィニッシュでした。長井これも縦抜きに行きます。もう一度追う。長井が取った。山岸森島が来た。惜しかったですね。なので湘南からすれば常にやっぱり見ときたい、はい、見てもらえるのであればアクションをしっかり起こしたい。そこはやっぱりつながらないとなかなかやっぱり。ゲームが始まりました。センターバック真ん中のハチャンドです。遠いところを見ました。右の高い位置は中山です。森島中山中に山岸がいる。遅れてきて中山フィニッシュ。今長井も入ってきていましたが一人で行きました中山。ですが長井のボール足元収まった。山岸と2対2。長井その山岸の足元だ。トラップ前に置いた。山岸自分の前で打つ。ナイスキーパーソンボル君、まあ、すごくシンプルなプレーですけどね、はい、田中を使ったちょっとずれた。ただ左の小野瀬仕掛けた。右で打つ。巻いてきた。同点湘南。小野瀬が決めた。戻ってきた小野瀬。今シーズン初ゴールは値千森島の頭、田中の頭、中央これが奥野です。流れた。ルキアン抜けた。ルキアン1対1。ルキアン公式戦5戦7発リーグ戦4戦連発今シーズン8点目。一瞬の隙湘南逆転はルキアン弾。本当一瞬の隙ですね、まあ、名古屋の選手に当たったところに逃さなかったですね。いいところで受けましたし、まあ、最後は、まあ、ランゲラックと1対1駆け引きしながらパッと顔を上げてね、ランゲラックの足が届かない場所にニアにしっかりインサイドで流し込みましたね。目線がね駆け引きしてますからね。あ、まあ、ランゲラックからすると逆側足伸ばした逆のフォアのところとニアっていうところ両方の選択肢をギリギリまで駆け引きしたと思うんですけども、はい、駆け引きに勝ちましたね。あ、オフサイドですか。オフサイドというジャッジになりました。99分台に入っています。ここで山下主審は試合を止めました。1対1名古屋と湘南は勝ち点1を分け合いました。